さーて今日も京都で撮影。こっこれは、何があった？こんなところにバナナの皮が、汚ねえな。どうせうぷ主の仕業だろ。言われのない罪が、誰か踏んで転ぶと危ないからさっさと片付けちまおうぜ。お前何するつもり？いやどんな状況にも適応してこそが実況者。バナナの皮を見たら踏んで転ぶという完璧な対応。被害者が出てる時点で完璧じゃねえよ。そんなわけで今回は状況適応能力をこっちでも遺憾なく発揮するわけですよ。こちらは誠に遺憾だけども。そしていつも通りで初めに発電機を触ってたら最初に見つかるんですよね。ここまでがいつも通りだな。ふふ、マリサもまだまだですね。このチェイスでパーツが全部無力なとこまでがいつもですよ。その時点で不構成じゃねえか。そんでしょっぱなのキラーはレースですか。まだ生きてたんだ。ここキラーは絶滅してねえよ。とりあえず板まで来れたんで、まあ一旦スルー。乗ってから重いな。チェイスが、コッサが。でもレースで板に突っ込んでくる人少ないですから。え、うちのチャンネルを覗いて。そんで今度は随分早めに板切ったな。まあ発電機触ってたっぽいんで離れたかったから。時期早々だったみたい。みんなは悪音聞いてから離れなれよう。だがこんな板のないところでもただで倒される霊夢ちゃんじゃないでな。何か秘策でも？とりあえずマック端でぐるぐる。最低限じゃねえか。こうやって発電機に影響のないところで粘ることが大事なんですよ。大丈夫？こんな絵面採用してるチャンネルないですけど。小動画ってこと？小動画だよ。まあ私が釣られるまでに発電機1台直ったし、結果板1枚で1台分チェイスしたのと変わりませんよ。大違いだわ。さてここからがこの構成の真骨頂。まず状況適応能力の加速を発動させるためにオフレコデッカデになります。なんか絶対デッカデじゃないと加速。何やってんの？いやただで殴らせるのも尺だと思って。なんでキラーも横のロッカー開けてんだよ。こうしてデドバにまた新たなトリビアが生まれた。さてこの辺りで BGM も切り替えて気合入れてチェイスしていきましょう。ちなみにバグを直すとバグが生まれるというトリビアもあるよ。気抜けるわ。そして板スルーを擦りながらこのキラーはやっぱり突っ込んでこないことを確認。まだまだじゃな。なんか老子みたいになっとる。いや性別的には老婆か。それただっけただけなのよ。走行してる間に破滅が割れたぞ。あいつの平均寿命絶対発電機1台だろ。これで発電機が進みやすくなりモチベが上がってきましたよ。さながらプロの試合を見た後のようにな。じゃあお前めっちゃバロラントしたいじゃん。うん。でもこの嫌がらせもたまりませんよ。ほら今レイス君めっちゃ板前での駆け引きしてるつもりですよ。レイムちゃんオフレコあるから倒す気ないのに。楽しみ方間違えてるよ。あやっぺ渇望乗ったかこれ。だがオフレコで大丈夫。そして状況適応能力の加速効果が発動。ははははは、見てくださいよこのスピード。違いわかりませんよね。地味。いやついに気づいてしまったか。なんか強すぎると結構早めに弱体された状況適応能力ですが、正直サンパーの違いなんてわかんないんですよ。キラーでもわからないぜ。どうも実況歴5年です。走行してたら味方がトンネルに気づいて3日で来てくれましたね。ここは好意に甘えてさっさと逃げちゃいましょう。さて発電機も残り1台ですし、この試合はもらいましたかね。やっべ見つかったわ。なんでそんなフラグを立てるんだよ。ここまではご愛嬌ってことで手を打たないか。何の交渉？まあ1台ぐらいならチェイスしてあげますけど。なんか強気だな。そりゃ今は心強いチェイスパークありますから。普段の環境が悪すぎる感想。あれでもこの辺いたないや。まあ言ってもまだ一発殴られても負傷するだけだし、レッドハード考えたらまだ余裕あるだろ。いやただで殴らせるの尺だな。何その変な抵抗。これこれまだまだ行くぞ。今度は1回ペイント挟んでから。イエーイ。はい今のでフラグ立ちました。なんてこと言うんだよと思ったら狭いとこ入っちゃった。こら。まあ、でもやるんですけど。痛すぎる。あっせいなんか耐えれてるわー。痛めない。ほんとすみませんでした。やっぱフラグ回収すんじゃねえか。いや冗談ですやん。いくら霊夢ちゃんでも痛なしで耐えれるわけないじゃないですか。いくら言い訳しても追うのやめてはもらえないぞ。この人手なし。2024年お前を大賞受賞。まだ2月なのに。まあ年内でお前を超えるクズはそう誕生しないだろ。あここ痛ないんですね。さっき痛なしは無理とか言った矢先じゃねえか。はいデッドハード。忘れてたわそいつの存在。期待する姉を。パークの姉になった覚えはねえやと喋んな。そしてデッドハードを成功させたことによって深で状態になったので状況適応能力による加速を得た。見てくださいよこれ。全然わかりませんよ。そろそろ映す価値なしだよ。だがここで見せるのが一流プレイヤー。このあるのかないのかわからない加速を生かして見せますよ。なんか DDD 格付けチェック始まった。この普段なら間に合わないまだ枠。この通り間に合わない。待ってこれはほんとまずい。危なかった。通電までチェイスしたことが功を奏してなんとか戻ってこれたみたいですね。まあ全然三流プレイヤーだけど。そんな三流でも脱出できるのが DDD。 ギリギリネガキャンだろそれ。さあこの構成生かしてどんどん脱出狙っていくでなって言いながら釣られてるんですけど。いやストライクもオフレコも釣られないか発動しないから。ファーストチェイスははしょっちゃった。カットって言ってくれない。手抜きみたいになるでしょうが。必死さが団地。さて多分こっちの方かな。これどこ向かってるんだ。え全然キラーのところだけど。そんな当然みたいな顔されましても。ストライクもオフレコも発電機触ったら効果消えちゃうからチェイスしてる方が都合いいんですよ。でもそんなすぐ追われるか。もう追われてんだよ。これが霊夢ちゃんの。危ねー。お前何したんだよ。まだ何もしてないですよ。まだやる予定ではあるんだ。あちょっとやる気ありすぎない。飛んでくるナイフの数が尋常じゃないんですけど。確実にトンネルするという硬い石を貫
感じる。まあ遅れてて耐えれるんですけど、これで条件適応能力が発動したわけか。しかも今のメインイベントでナイフ切れただろ。あとはバット振り回すだけのキラーからこの加速を生かして逃げるだけ。まあ違いわかんないんだけど。行かれてんだろ、文脈が。やばい、ここ痛ないじゃん。急旋回回避ー。よし、何も問題は解決してないのよ。じゃあ時間で解決しよう。大抵の問題は時間が解決してくれるとは言っても、こればっかりは違う。でも配合を取り続けることで時間稼げてますよ。急旋回してるとこが問題なんだよ。はい、ここでダウンしてもストライクがある。さらに負荷でも治るからデッドハードも使えるって寸法よ。やりすぎは良くないかなって。言い訳言って。まあ通電して脱出できてるんで別にいいでしょ。味方犠牲になってなかった。修理ペースはいいんだけどキラーの釣りもかなり早い。それでまだ釣られてないお前が救助行ってるのか。まあ見つかったんですけど。この安全感が。いや耐久ゲージ的にどうせ無理救助になるから多分変わらないから。じゃあ責任持って救助後カバーするんだな。あ、それはちょっと。なんでだよ。人が人を助けることなんてできないんですよ。かっちゃぶねー。なんだ、普通に狙われてるわ。でもなんか偉く下狙ってたな。結構釣りペース早いから相当上手いはずなんだけど。あ、これはこいつ最後のお楽しみついてるから霊夢ちゃん殴りたくないんだ。だから森もわざと外したし、あからさまにスルーしてたのか。よし、これで救助狩りの時と合わせてトークン4つ消費だ。さらにまだまだ行くでな。釣られてる霊夢ちゃんにはどこでチェイスしてるかは見えてるんで、オフレコ生かして肉壁入ってやる。あれ、救助後のカバーはしないんじゃ。嫌がらせになるなら別やねん。おーみー。はい、霊夢ちゃん参上。いやまだだ。霊夢ちゃんがオフレコとストライクで時間を稼げば起こせるかもしれない。今めちゃくちゃ味方発電機触ってるけど。じゃあ通電するまで時間稼いでやるわ。今は状況適応能力が発動。ダメだ、役に立たねえなこいつ。しかも霊夢ちゃんより先にリーチの人を担ぐみたいですね。まあ最低限やれることはやったし、もうそれは助けられんわ。霊夢ちゃんはストライクで助かるけど。しまったー。頼みの綱のストライクが通電により使用不能に。しかもキラーさん完全にキャンプする構えだし、これは自害した方が丸く収まりそうだな。生きろよ味方。私が何したって言うんですか。ケバブなんてされる覚えないですよ。ほんとか、胸に手を当てて聞いてみろ。わかる、皆目見当もつかぬ。普通に喋んなど根性がいるか。だがパークを生かすという点で救助されたらタゲを取った方がいい。そんなわけで今回も今回とてオフレコをいいことにタゲを取りに行きます。お、そんでこの心音は。またトリックスターですか。いくら足が速くなったとはいえさっきひどい目にあったでしょうが。主にストライク外したお前だな。ほら霊夢ちゃんが助けに来ましたよ。さっさと離れて逃げな。いい感じに間に入れてるぜ。そして大体のキラーはここで霊夢ちゃんは。全然ダメじゃねえか。いやあれに関してはちゃんどうしようもできないって。でもキラーさんダウン取ったまま追ってきてんな。まあ発電機も残り2台だし、この辺りでスタートさせるつもりなんでしょ。だが甘いぞキラーよ。貴様は霊夢ちゃんも担げないし、もう一人も釣れない。今度はストライク決めたー。当たり前のことだよ。どうも実況歴5年です。恥じて。そんで一旦ダウンして起き上がればっかでが消えるので、デッドハードが使えるようになる。そのシステム謎だよな。ストライクで歪むキラーの顔は万病に効くってことですよ。渦専用観光やめろ。はい、ここでデッドハード。ナイス外しまー。サバイバー側でその感想出ることあるんだ。そして気づきこの構成の弱点に、弱点。トンネル破天先生の構成のため、トンネルされて普通に死ぬ実力不足。